階段アミーゴ。友達の DJ がいて、うん、その彼がですね、まあ、仮にちょっと K 君としておきますけど、はい、その K 君が、おととしの年末に、その彼女と付き合ってる彼女と、あたりまでは言っときましょうか、あたりの宿に行ったらしいんですよね、うん、で、比較的リーズナブルな値段で、まあ、一応ちゃんと天然温泉もありますし、比較的こうご飯もそこそこ美味しいみたいな感じのコメントがあったんで、じゃあそこにしようみたいな感じで行ったらしいんですよ、はいはい、で行って、はい、で着いたら、その宿の前が全面お墓なんですって。うわ、でちょっと雰囲気、まあ、怖いじゃないですか。え、もうエントランス側ですか。あ、いや、そのエントランス宿が変わってエントランスがあって、そのエントランス側です。でなぜ僕それを知ってるかというと、はい、Google マップで散策しましたね。実際やっぱ裏取りたいんですごい裏取りたいんで、そこ Google マップで、はい、見たら本当もう宿のエントランス全面もう墓地なんですよ、ツアー、はいはい、でその K 君はついて、で、まあ、その彼女がうわここ若なんだって言ったんですけど、やっぱ嫌な雰囲気でしょ、嫌なダメなんで、まあちょっと部屋があのこっち側じゃない方がいいねみたいなっていうコメントをして、じゃあじゃあ行こうって入ったらしいんですよね。で入って、まあ、チェックインしたのが夕方あの4時とか5時とかぐらいなんですよ。でじゃあまずお風呂入り行こうって言って、まあ、彼女と2人で、まあ、あの大浴場行ってお風呂入って、で終わって、まあ、普通に食事があったんで、まあ、ご飯を食べて、で大体8時ぐらいに部屋に帰っていたらしいんですよね、はい、であの久しぶりにこういうところでゆっくりできるからいいねみたいな話をして、でちょっとお酒でも飲もうって言って、まあまあ2人でお酒を飲み始めたらしいんですよ、部屋で。で部屋もオーソドックスな和室の作り部屋なんですけど、ああそしたらあの上の階ですっごい宴会してるんですって。おでどうも学生っぽいんですよノリが、あのだから男の子とかがもうワッハッハッと笑いながら、で女の子の声もあんた飲みなさいよみたいな、すんごい楽しそうな感じでもうめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ。で、まあ、最初はそこまで気にならなかったんですけど結構うるさいんですよね。で、K 君はやっぱりちょっとゆっくりしたいってのもあったんで、ちょっとだんだんイライラしてきたらしいんですよ、うん、ちょっとうるさいなみたいな。で、まあでもそのうち収まるだろうと思ってたらですね、夜中の11時とかになっても11時、12時ぐらいまでしてましたからね、全然収まらないんですって。ものすごいはしゃいでるんですよ。だからさすがに K 君もこれはちょっと文句言ってやろう、うん、で、K 君もうダイレクトに文句言ってやろうって思ったらしいんですよ。で、K 君よく知ってるんですけど、そんなあの気性荒いタイプじゃないんですけど、やっぱりちょっとイラッとしたらしいんですよね。だからもう直接言って文句言ってやろうって言って、で彼女はもうやめなさいよって言ったんですけど、 K 君はいや別に単純に文句言うだけだからやめてもらうだけだから、さすがに12時のこの時間まで騒いでるのよくないよって言って、であの上の階に行ったらしいんですよね。で廊下に出て、しばらくこう階段を探したら階段があったんですよ。でその階段に行って上の階までこう登ったんですよね。そしたら上の階に登ると当然宿だったら普通に廊下があるじゃないですか。階段登り切ったところが真っ暗なんですよ、うん、で鉄のちょっと錆びてるドアが1個ポーンとあるだけらしいんですよ。でえこれ上の階あるのみたいな。でそこ明らかに屋上なんですって。屋上のいわゆる非常口というかそのドアなんですよ。でK 君は、まあ、おかしいなと思いながらも、まあ、屋上で騒いでるのかなと思ったらしくて、その彼女をちょっと待っててねって階段 その踊り場とかで待たせて、一人その行ってドアを開けたんです。そしたら開いたらしいんですって、ガチャで開けて K 君外を見たんですけど、あのそこで見たものを K 君がですね未だに彼女に言ってないらしいです。でそこで何を見たかっていうとですね、開けるじゃないですか、そしたら確かに屋上らしいんですよ。もう暗い夜のでポツポツと非常灯がこう見えるらしいんですけど、屋上の上にですね、そのうちの一つの非常灯の下に結構な量の花束が添えてあったらしいんです。当然誰もいないんですよ。で K 君もすっごい怖くなってそのままドア閉めて、あの彼女にもう部屋に帰ろうと、もうとりあえず寝ようって言って部屋に戻って、もうすぐ寝たって言ってましたね。だ上には誰もいなかったんですよ。で花束だけが添えられているっていう場所があってっていう話を聞いたんですけど、でこれ聞いて、まあ、僕あの
実は階段大好きなんですけどね、はい、気になるもう割と結構なね、人たちがご存知です。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。聞いた時にやっぱすごい興味深かったんで、はい、まず聞いたんですよ。それ部屋帰ってきたんだよね、ケイ君。帰ってきた。その後どうだったって聞いたんですよ。そうですね、気になりますよね、はい、めっちゃ気になります。一晩中騒ぎの声が収まらなかったらしいんですよ。うわぁ、だからもう恐ろしくて2人でもう布団かぶって寝たんですよ。うわぁ。で実際次の日そのチェックアウトの時にケイ君思い切ってその、まあ、カウンターの人に聞いたらしいんですよ。おぉ。でちょっと 3階そこ、まあ、ケイ君とまた3階なんですけど、ね、3階のな、まあ、南郷市なんですけど、でここの旅館って絶対なんかありますよね、すっごいうるさかったんですけどっていう話をしたら、その受付の人がすっごい言葉を濁されて、でたまにお客さんみたいなことをおっしゃる方もいるんです、でもちょっと当旅館としてはちょっと対処のしようもないですしみたいな感じのちょっとごまかしというか受け答えをされて、まあまあそれ以上言ってもしょうがないんでも帰ってきたらしいんですけど、ちょっとやっぱなんかそこもありそうだなという話を聞きましたね。怖っ、あなた方がたくさん怖っ。